最初に小森陽一東大大学院教授に日米政治出演安倍政治とポスト真実安倍政治とポスト真実、本当にあの小森先生にはあの最もふさわしいタイトルだと思います。 はいどうも皆さんこんばんは、えー、ただいまご紹介に預かりました小森です、えー、なぜ安倍政治とポスト真実が私に最も相応しいのか微妙にあのその真意を図りかねますがあの私の専門はあの日本近代文学ですですからあの九条の会を発足した時に文学者の方がかなり多くあの9人の方と、えー 全員お知り合いだったということで以来14年間事務局長をさせていただいております。で私のまあお話の題名の「ポスト真実」という言葉はですね、2016年まあ、11月にトランプ大統領があの大統領に当選するわけです。が、ほぼ同じ頃、あのオックスフォードの英語辞典が毎年あの今年のことも先ほどあの 流行語大賞の話が出ましたけどね今年の言葉っていうのはやっぱり選んでいてそれでそのポスト真実ポストトゥルースという英語が2016年の今年の言葉になって以来非常に私の中でこの言葉がわだかまっていたわけですどういうことかっていうとつまりトランプ大統領のような政治家がこれが事実なのかそれとも嘘なのかっていうことを確かめないままですね 権力の力を借りて俺が言ってるんだからそうだっていうこれがあのポスト真実をめぐる言葉の基本構造なわけです。ですから、えー、その例えばあの大統領の,あの就任式をやった時にね過去最高だでも明らかにオバマ大統領の就任式の時の写真と比べると。 全然少ないじゃないって誰でも分かるんですけどもでそれについていや私たちはオルタナティブファクトを示してるんだって言ってるんですね。オルタナティブっていうのは「えー、二者択一」っていう言葉から始まってですねそこから転じて「代わりの」とか「代替の」とか「もう一つの」っていう英語なんです。だから自分たちが 過去最高の人が集まったっていうのはお前らが言ってる真実とは違うもう一つの代わりのそういう真実なんだでこのようなことを言い出してしまえばもはやファクト事実は何かということは検証できなくなるしかもそれを権力の力でやってしまうというのがですね、えー、このポスト真実の第一の特徴です。で2番目はでそののようなな事実か嘘なのか嘘 検証されないままこれも事実でしょうというふうにインターネット上に流された情報がですね好きか嫌いかで判断されてしまうこれが非常に危険な2番目の特徴だろうと思いますつまりそれを受け取った人が事実かどうかということを検証せずにやってしまう。 でこれがですねまさにその国家権力その他による、えー、マスメディアの弾圧と抑圧のもとに進んでいるっていうのが日本の在り方なわけですね、えーまあ、新聞をはじめとするマスメディアっていうのはあれだけ大きな組織を使って、えー、ある記者が発見してきたその出来事をこれが本当に事実かどうなのかって検証してそれで初めて報道するっていう体制をとっているわけですね。それがまさに社会的な 公に対する責任なわけですけれどもそういうことはもう一切にならないっていうのが2番目の特徴です。で第3の特徴は、えー、まあ好きか嫌いかでおあの「いいね」とか押すわけですから、えー、事実かどうかという理性的な判断じゃなくて感情だとか凝り固まった心情だとか。 信仰に近い、ね、そういう形で物事が判断されていってしまうでそ,れそういう社会状況がまさに世界的に訪れている中でトランプのような政治家が現れてきそれに最も世界で馴染んでかつトランプの言う通りになっているのが私たちの総理大臣の安倍晋三だということなんですね。そそしてのの安倍晋三の下で条が 進められようとしているここに私たちがまあどうう立ち向かうのかのということとが問われていると思いる思ますでこの辺りのポスト真実状況に関してはですね今年の4月にあの哲学者の西谷治さんそれから日本文学研究者の日比吉孝さんそれから経済学者の浜範子さん精神科医の加山里香さんとポスト真実の世界をどう生きるかっていう本にまとめましたのでよろしければあの参考にしてください。 で私が今日お話したいのは、えー、今回の今の国会でですね、安倍9条会見がどのような段階に進みつつあるのかということをポスト真実との関わりでお話したいいと思います。まず今国会の所信表明演説の最後のところでですね、えー、これは後の平成のその先の時代の新たな国づくりと題したところなんですが。 国の理想を語るものは憲法です憲法審査会において政党が具体的な改正案を示すことで国民の皆様の理解を深める努力を重ねていくそうした中から与党野党といった政治的立場を超えできるだけ幅広い合意が得られると確信していますそのあるべき姿を最終的に決めるのは国民の皆様です 制定から70年以上経た今国民の皆様と共に議論を深め私たち国会議員の責任を共に果たしていこうではありませんかこう言ってるわけですねでも所信表明演説っていうのは安倍内閣総理大臣の名前においてやられてるわけですからこれは行政の長として言葉を発しているんでしょあなたはってことですねですから明らかに行政府と立法府と司法は 三権分立で分かれているわけですからその行政の長が、えー、立法府である国会議員に向かってですね早く憲法を変えましょう憲法審査会で議論しましょうということを言うこと自体憲法違反ですよね三権分立違反です。でそのことが分かっていないっていうこともさらに重要な問題だろうと思います。 でさらにそれに追随するかのように、えー、白下村博文氏が、えー、憲法審査会はなんか、ね、国会議員としての任務をサボっているみたいなことを言ってそれでまああの辞めさせられましたけどもしかし、そのようなことにいわばかかわらず先週の木曜日、えー、憲法審査会が開かれてそして先ほど葛西さんがおっしゃったように、えー、来週の木曜日の憲法審査会で自民党案が出されようと。 しているわけですねでそのことをやっぱり断じて許してはならないと思いますなぜかというとその,あの自民党案と言われていることそれ自体が実はあのちゃんと決まってないわけですよね自民党としても決めてないこれはぜひ思い出していただきたいと思うんですけども2018年3月25日の、えー、自民党憲法改正推進本部 たたき台素案を2つまとめただけでそれを細田さんに任せると言ってそのままなんですねだからまあ,あのポスト真実との関わりでいうと自民党憲法改正案っていうのは代替案1と代替案2これが2つ並列してるわけですそうやって一体どっちにするのかということを明確にしないまま 国民をたぶらかしていくっていうそういう路線なわけですね。で何がたぶらかされているのかということなんですが代替案の1はこうなっていましたこれは3月26日付で発表されたんですが我が国の平和と独立を守り国及び国民の安全を保つために必要な措置を取ることを目的として法律の定めるところにより 内内閣の首長内閣ののたるるる総理大臣をを最高の指揮監督者とすす自衛隊を保持するこれを第9条の2として現在の9条1項2項の後に入れるというのは大体案の1なんです。でそれに付属して自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとあるわけですね。でなんでこれがポスト真実的な 言葉の使い方なのかというとです、ねえーまあ、2017年以来安倍晋三首相は9条1項2項はそのままにして3項に自衛隊を書き加えるだけでいいというふうに実はそれはその前から公明党が言ってきたあのことを言い始めて日本会議も最大の会見組織である日本会議もこれを了承したという形になっているわけですね。でもその結果 つまり、じゃあ公明党が言ってることは果たして安倍自民党の会見に歯止めをかけているのかどうかということが大きな疑問になってくるわけですね。だって公明党が言ってたこと,と同じなわけですから公明党は何て言ってたかというと2012年の12月に自民党と連立を作ってからの憲法改正方針ではこう言ってました。 憲法第9条については、戦争放棄を定めた第1項、戦力の不法持等を定めた第2項を堅持した上で、自衛のための必要最小限度の実力組織としての自衛隊の存在の明記や、国際貢献のあり方について、可見の議論の対象として慎重に検討していきます。つまり自民党は改憲を言ってるけど、うちは憲法は変えないんですよ。改憲じゃなくて。 足りないところを付け加えるだけの賭けなんですって言って国民を安心させそして自分たちは自民党に歯止めをかけていくんですって言ってたわけです、まあ、けれどもその公明党も賛,あの賛成する形で2015年9月19日に戦争法としての安保法制が通されてまさにその前提として 2014年の7月1日の閣議決定で集団的自衛権を行使できるようにしてその中身で安保法制を作ったわけですねだからまさに自衛隊という組織名3文字はその安保法制全部で11の法体系ですこれを全部背負っているということですねでそれについて公明党は2016年の参議院選挙の政策で何て言ってたかっていうとこう言ってました日本国憲法第9条第1項第2項は 平和主義を体現した規定でありりこれれは堅持しなければなけばませんただ憲法上規定のない自衛隊について存在や役割を明記した方がいいという議論もあるようです昨年日本国憲法の下で許される自衛権の限界を平和安全法制の整備で行ったところです第9条の改正は必要ないと考えますちょっと待ってくださいってね 憲法上規定のない自衛隊について存在や役割を明記した方がいいという議論もあるようですそんな推量計で言わなくていいじゃないかあなた方が言ってきたんじゃないですかこれはでも自分たちが言ってきたことはひと事のようにこうフェードアウトしながらね言ってるわけですよでもこのあと2017年の5月3日日本会議の憲法改悪を進める集会のビデオメッセージで「 9条3項に自衛隊を書き込むだけでいいんですっていう安倍晋三のメッセージが届いてじゃあ公明党はちゃんと自民党を歯止めかけてるのかどうかっていうのが実はその後の2017年の安倍晋三の国難突破開催に基づく衆議院選挙の中で問題になってそのことで創価学会からの離反者も出て実は公明党は得票数を大きく減らして700万票台割ったわけですね。それでだから あんた方がパクったからって音まで言ったかどうか別にしてね公明党と自民党の違いが分かんなくなっちゃったから困ると言って実は2017年の12月の段階で会見に対しては消極的な態度をとり現在もそういう路線で言ってるわけですね。ですからまさにこの安倍晋三政権がというか安倍自民党が2 0 1 0年 8年の3月25日の党大会で決定できなかったこのたたき台素案そのものの中に今のポスト真実的な言葉の操作があるわけです先ほど第3案1を紹介しましたがえ何が問題になるかっていうとこの国および国民の安全を保つために必要な措置を取ることを目的として自衛隊を保持するって言ってるわけ 必要なな措置の中身は一切書かれてないんですこれだけ言われれば、ね、あ国,民の国と国民の安全を守る必要な措置は必要なんじゃないかでもこの必要な措置っていうのは実は2014年の7月1日に、えー、集団的自衛権の行使は容認すると言って。 海外でアメリカ軍と自衛隊が一緒に軍事行動が世界中のどこでもできるようにするとしてさらにそれを法体系化したわけですねそれが先ほど申し上げた2015年9月19日に強行採決された安保法制としての戦争法制なんですがそれが必要な措置を取るを表しているわけですじゃあ必要な措置を取るに値する法的な文言は何かというとですねこれは国際社会の 平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動のことを指しているわけです。よしですね、国際的に協調して行われる活動っていうのはアメリカ軍と一体となった軍事効能ですで。さらには、えー、国際社会の平和と安全を確保するためということは世界中でやるということですね。 だからここに集団的自衛権の行使が全部入っていてそれはしかし言わないで必要な措置を取るにしているわけですだから2段階3段階の国民騙しのフェイクが仕掛けられているんですけれどもでも行き着くところは集団的自衛権の行使つまり米軍と一体となって日本軍となった自衛隊が世界中で軍事行動をするというのが本質なんです。でこれが本質であるから 実は大方はこの代替案2で行くのではないかと言われているんですがそれを紹介します全条の規定は我が国の平和と独立を守り国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げずそのための実力組織として法律の定めるところにより内閣の主張たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するってなってるわけですお若いですねどこが違うか わざわざ全条の規定はって言ってるんです。この全条の規定はで直接憲法9条2項が指さされてるわけですよね。つまり全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の公選権はこれを認めない。それを指さして全条の規定は必要な措置を取ることを妨げず。 だから自衛隊の軍事行動に関して一切歯止めはかけられないっていうことを言ってるわけです。でもこれだけ読んだら何のことかわからないわけですね。そういうふうにして極めてえ周到な形でこの憲法を変えていくつまり第三項にというかまあ9条の2に 自衛隊の名前を書き込んでいくときに何をしようとしているのかここのところをね私たちは3000万人署名の目標を達成するあの多くの国民との対話の中ではっきりさせていく必要があるわけですねつまり、えー、安保法制という戦争法制を背負った自衛隊という3文字の背後には 先ほど申し上げた国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動つまりアメリカ軍と一緒に世界中で軍事行動するっていう言葉が全部組み込まれてるわけですからその自衛隊という3文字を憲法に書き込んでしまったら9条2項は私文化され無効化されるそのような国民だましの改憲は 絶対許さないそういう一点を私たちがどれだけ急速に作っていけるかどうかこれが今問われてると思うんですね。戦争法としての安保法制を廃止する署名私たちは頑張って1,580万筆集めましたがしかしあの抜き打ちの国難突破解散とその後の衆議院選挙の中できちっと 立憲主義を掲げた野党が取った票数はその千五百八十万プラス百数十万票だったんですね。これが私たちの実力です。ですからこの実力を本当に安倍会見を許さない、絶対に今度の国会で会見案を出させない。もしそのような会見案を発議し可決したら。 あなた方は二度とここには戻ってこれないんだぞということを私たち国民から突きつける、主権者である国民から国会議員に突きつけるということが3000万人署名をやりきることだと思うんです、一緒に頑張っていきましょう、ありりがとうごござざいいいまままししししたたた分分ででおお願をてら本当にありがとうございました。